桜井神社は、福岡県糸島市島桜井にある、福岡藩二代藩主、黒田忠之が創建した神社で、正式には、桜井神社である。また、境内に隣接し、伊勢神宮の内宮、下宮より誕生した、桜井大宮宮がある。社殿によると、慶長十五年に大雷雨が起こり、殿港とともに、現、本殿後方にある、岩戸神屈が開き、神霊が現れ、 様々な霊言があり、そのことを聞きつけた福岡藩二代藩主、黒田忠之が家臣を二度当地に派遣し真意を確認したと伝わる。その後、黒田忠之により、官営二年に桜井大宮宮が創建され、ついで官営九年に桜井神社が創建された。当社に筑前神館の学問所が設置され、筑前国の信仰の拠点となっていた。創建当初から、 淀姫大明神や岩戸宮と呼ばれていたが、1869年に桜井村の8ヶ所の氏神を講師した際に桜井神社へ改称した。本殿に以下の神を祀る。以下は境内者であるが、桜井神社が推奨する参拝順に記載している。桜井神社の南西部の境内に隣接した工事山にある。桜井大神宮境内入り口の石段前の鳥居は、 2013年の伊勢神宮第62回式年仙宮で下空、板垣北三角の鳥居を乗与され、2015年に移築された。石段上部の境内前鳥居も伊勢神宮より移築されたものである。社殿は、神明造り、かやぶきの拝殿、中殿、本殿が立つ。桜井神社創建前に岩とシンクスの信託を受けた黒田忠之が伊勢神宮の内空。 月空から分子を受け、寛永2年に創建する。かつて、伊勢神宮同様に20年ごとの式年仙宮を行っていたが、慶応2年の第13回目の仙宮を行って、以降は行われなくなり、現在の社殿は慶応2年建立である。本殿に内空、月空を合祀しており、本殿の地銀は向かって、右が水平切りで内空の天照大御神,神を表し、 向かって、左が、垂直切りで下空の豊け大御香を表す、当社独自の建築様式である、年間の祭事、ご遺書、桜井神社公式、2021年9月8日へず覧、AB、桜井神社本殿、公益社団法人福岡県観光連盟、2021年9月8日へず覧、桜井神社、糸島市、 2021年9月8日閲覧。ABCDEF としまし、教育委員会説置現地案内板による。ABCDEFGHIJ、桜井神社本殿、拝殿、老門、福岡県の文化財。福岡県教育庁教育総務部文化財保護課。2021年9月8日閲覧。五祭人。桜井神社公式。2021年9月8日閲覧。 ABCD 桜井神社石橋福岡県の文化財福岡県教育庁教育総務部文化財保護課2021年9月8日閲覧福岡伊勢神宮の鳥居を一区糸島の桜井大宮宮朝日新聞2015年3月21日現地案内版による ABC 桜井大見和宮宮桜井神社公式 2021年9月8日閲覧。筑前二見ヶ浦。桜井神社公式。2021年9月8日閲覧。AB、桜井二見ヶ浦。糸島市産業振興部商工観光課。2021年9月8日閲覧。年間行事。桜井神社公式。2021年9月8日閲覧。AB、桜井二見ヶ浦。福岡県の文化財。 福岡県教育庁教育総務部文化財保護課。2021年9月8日閲覧。有形文化財一覧。糸島市教育委員会文化課。2021年9月8日閲覧。年間行事。桜井神社公式。2021年9月8日閲覧。ありがとうございます。